第9章に入りました。この物語はだいたい10章ぐらいまであるって考えると9割終わった。すごいね。いや9割じゃない、8割か。そんなにもう物語が進んでるようです。で、次が過去の世界の高城邸に行こうとのことですので、ペロー雲外鏡で移動すればいいんだね。過去に緑マークがついております。こちら行こう。第9章の名前はフォーエバーフレンズでしたね。おはよう、久しぶり。なに、あ、そっかそっか、開けなかったっけ。どうもどうも、どうした。坂見さんや、まあまあ、そうそうそう、仲間になったんだよね、敵だったんだけど、まあ仲間は多い方がいいさ、お前たちを言ったから、そこに取るよ。で、要件は、あ、そっか、武道会だったね。閻魔武道会のやつ、綺麗に行ってるのに、ストライムの場所に入れないの。そうなんだ、閻魔宮殿。今度は、じゃあ閻魔のいる、ローマ界の世界行くってことかな。閻魔宮殿に行こうだって。どうやって行くんだっけ。緑マークあっちやけど、あれ雲外鏡で行けないんだっけ。妖魔界とかで、あ、行ける行ける。過去、これで行きましょう。フロアに久しぶりだね。今回は通らせてくれるか。バトルとかちょっとやだやけど、だってかつてね、鬼時間とかあったもんね。怖かったねあれ。何？ああ、越権許可証。そういえばどっかでもらったような、もらってないような。まあまあね。ケータにはコネがあるから。この時代って、坂見、四天王士ってどういう立場なんだっけ？あ、まだあれか。現代の妖怪と同じような感じってことなのかな。黒鬼が笑うとは。やった、ありがとうね。まさか黒鬼が笑うところ見れるなんて。あんまりなんか詰まってないような気がするけど、あれ、こっちにも黒鬼いるよ。何喋ってんの二人とも。鬼、会話内容聞こうとしてるのに怒られちゃった。なんか同じ青鬼がいっぱいいるんだけど、なんでクローンなの。いや、こっちにも青鬼いるし、いっぱいおるやん。あ、運が行くよ。ヘロー、ここまで来ると、ウィスパー何してんの。やめてその行動。そういう動きすると赤鬼に吹っ飛ばされるぞ。これは何、鏡、ここじゃないでしょ。あ、ごめん、違かった。エンマ大王様の席だった、もしかして。クローニアモーションだった。まさか人間の子供入り込むかな。ここはいたずら入ってるんですかね。そこ隠されたんだよ。ああ、そっかそっか。俺たちエンマ武道会出場するためにさ、エンマ大王を反射させてもらおうか。人間が反対検査するから、そんなことが許されるようになるぞ。エンマ大王、はじめましてだっけ。子供たちの目には妖怪の力を引き出す魔道教。ただの悪さだけどここまで来たとお前、子供たちの話聞いてみようじゃないか。エンマ大王様、俺たちの妖怪に対して呼ばれちゃったな。そいつが武道会で次のエンマ大王に直すと言って、卵の前を俺たちはそういう武道士を見た人たちの倒しを繰り返すな。それに、俺たちもう一つここに来た理由だったが、武道会の日に生まれたという次の世の様を私たちが救いに来たんです。奪われたかもしれないです。そして次の世の様を救ったんだ。なるほど。承知した。お前たちは今武道会の出場を認めよう。ただし、ちょっと条件がある。妖怪ウォッチピリピリで、なんか連動とかやめて。今やってないのはせめてね。今武道会は本来は強い妖怪のようなので、出場した方がいいの。さて、人間の生まれたちはその魔道教の挑戦者としての格好をしています。ランクか。また戻るの。ランクは A、S？ どっち？ A でいいよね。S になって2段階必要だぜ。よろしくないか。妖怪探偵なんだな。わかった、そのまま武道館に挑むんだよ。武道館の勝山までか、早々準備進めておくわよ。今日はみんな俺の家で済まだ。わかった、どういう物語になっていくんだろうか。ちょっとバトル連戦だったりするんだろうね。大王本当によろしいのですか。大王さん、あのような怪しいものを前の武道館に出す。この前の武道館は私は肩強いというものに多い渡すつもりはない。本当の力とどういうものなのか、それ知る者こそ多いよ。選べきものは、次の世の中を救うというあの者たちその力を救うと。さてな、だがこの戦い始めると自分が勝ったら、あの者たちには大いなる力がついて、我らの名誉すら変えることになるから。そうだったね。あ、こんな感じだったんだ。あ、よかった、閻魔様の席勝手になんかいたずらしたわけじゃなかったんだ。休むって薄田に用はありますせと思ったらこっちか。また閻魔武道会2度目にウォーカーウォッチのランクを上げないといけないんだってな。お前たちまだウォッチランクちゃんと上げてないみたいだけど大丈夫か。その言い方怖い。上げて
来いってことだよね。ここで多分やったら負けとかなってねえ。であげよう。いたおばば、ボチランクあげられるか。おやったやった。次はどんなの。なんか変なのやめてね。あ、5つ星コインになって、はい、うん、なるほど。今回はバトルか。雨女新元町商店街。勝つる、辰巳川方北方もぐもぐバーガーメラメライオン亡霊番長裏、うん、そうじゃな。わかった。雨女だけ天気の条件があるのか、それ難しそう。これでこのクエストをナビっていうの。で早速行こう。ワンちゃんが案内してくれるって。じゃあのんびり行きましょう。まずこの辺りってことなのかな。あ、いた。メラメラよ。よいよいよいよ。メラ、うん、メラ、うん、お願いします。よしよいよいよいよ。不動明堂ボーイは Y ボタンを押すと連打してくれるのかな。今回のミッションはそこまで難しくなさそうだね。じゃあどんどんもう一つやろうかな。行きましょう。さあ亡霊番長こちらです。お待たせ、うん、よし勝ちました。ちょっと硬けたけども無事勝てました。あ、でも経験値全然もらえないんだね。じゃあ本日はこちらで以上としましょう。残りの雨女は次回やっていきます。よろしければチャンネル登録高評価共有ボタンからついての拡散を合わせてよろしくお願いします。ありがとうございました。